こんにちは。CFP 認定者1級 FP 技能士の登場です。今回の動画は予告です。今日から全4回シリーズで相続時精算課税制度をテーマにしたセミナー動画を投稿していきたいと思います。本当は前から構想を温めてて、5月試験向けのオンラインスクールの方が相続の分野の勉強を終えるくらいに実務や実生活に役立つ知識として動画を上げる予定だったんですけれども、僕がプライベートで参加している勉強会で今月もろに相続時精算課税制度を扱ったセミナーが行われることになってしまいまして、僕がこれに参加した後4月に同じテーマのセミナーを YouTube に上げるとなんかパクった疑惑が出てきかねないんですよ。僕が YouTube に上げているのは一般向けの内容で、僕が受けてるセミナーは実務家向けのものですから大丈夫な気はするんですけれども、もしもその講師の先生が基本からやりますみたいなことを言い出すと、めんどくさいことになる可能性がありますから、勉強会を出禁にならないように先出ししておこうかなと思ったんです。それで実は今回アップする4回シリーズには裏テーマがありまして、やっぱり試験に受かるための勉強と実務や実生活に生かすための勉強ってちょっと違うんですよね。もちろんその実務や実生活に知識を生かすためには丸暗記じゃなくって試験勉強をしっかりやって基本的な知識を整理しておかなくてはいけませんから、そういう意味では FP の勉強も実務や実生活に役立つと言えなくはないんでしょうけれども、やっぱり所詮 FP の勉強は実務や実生活に知識を役立たせるためのスタートラインに過ぎないと思うんですよ。なので FP の勉強で学べるのはいわば知識で、実務や実生活に生かすのは知恵だというふうに言えば違いが分かりやすいかなと思うんですけれども、知恵を身につけるためにはその土台の知識がしっかりしてなきゃいけないと思うんですよね。で、これを実感していただくのがまさに今回の4回シリーズの裏テーマで、第1回目は FP の試験対策としても重要度が高い基本事項をクイズ形式で確認します。そしてそうやって土台となる知識を固めた上で聞いていただく残りの3回は知恵をテーマにした内容になっていますから、第1回目の内容をしっかりと理解していただいた方には2回目以降の内容を聞いて、いつかチャンスが来た時に自分のために活かせるぞとか、あるいはお客様に提案できるぞって思っていただけると思います。で、ちなみに FP を扱ってるいろんな教育機関とか先生が実務や実生活に役立つみたいなことを歌ってる一方で、 FP の勉強しても役立たせることができないっていう方が多いのはおそらくこのあたりに原因があるんじゃないかなと思います。勉強しようとする人は知恵が学べると思ってお金を払うのに、教育機関は知恵を身につけるための土台も、つまり知識の部分も知恵の一部だみたいに歌ってて、継続教育で知恵の部分が学びたかったら別途お金払ってくださいねみたいな立て付けになっている場合が、もちろん全部ではないんですけれども、時々目にすることがありますので。で、かくいうお金の寺子屋でも、実務や実生活に役立つ勉強がしたい方向けに公式テキストはいかがですか、しばしば宣伝してるんですが、それは2級のテキストを買っていただいた方にはちゃんと知恵を身につけていただけるようなサービスをテキストの値段に含めて用意してるからなんです。なのでまとめとして言いたいことが2つあるんですけれども、1つ目は勉強するにあたって知識と知恵の違いはちゃんと意識していただきたいんです。自分が学びたいのは資格を取るための知識なのか、それとも生かすための知恵なのか、その教育機関とか先生は知識と知恵のどちらを教えてくれるんだろうか、参加するセミナーや読もうとする本は知識と知恵のどっちを扱ってるんだろうかっていうことです。で、ここの部分がぼやけてるとがっかりしてしまうことになりかねないんで。で、ちなみにお金の寺子屋で無料で見ることができる部分は、とりあえず
知識をしっかりと身につけていただけるように作っていて、今現在知恵の部分はそれほど多くはないです。で、これについては後でもう少し補足することにしまして、続いて二つ目は、知恵を身につけるにはどうすればいいかということなんですけれども、やっぱり実務経験に勝るものはないと思います。ただ、それにはかなりの時間がかかりますし、全員が全員実務経験を積むことができるわけではありませんから、他の方の実務経験から学ぶ。つまり、いろんな本を読んだり、セミナーに参加したりするのが、結局は一番じゃないかなと思います。で、もちろん、YouTube も役に立つとは思うんですけれども、例えば、そのセミナーで生計を立ててらっしゃる先生から、数千円とか1万円程度のお金払って、インターネットの世界では出回ってないような話を学ばせていただいて、それを YouTube に上げるっていうのは少なくとも僕はできないですし、それはこういった業界に身を置く人間としては禁じ手だと思うんです。だから、その知恵の部分の動画は今はそれほど多くないんですよね。なので、いろいろと制約とか限界はあるんですけれども、業界的にはよく知られたような話に注釈や解釈を付け加えてみたり、公的な機関が出している資料や情報を分かりやすくまとめてみたり、いろいろと工夫して役立つ知恵も発信していきたいと思っていますので、ぜひお金の寺子屋の YouTube にも長い目で期待していただけたら嬉しいです。今回の4回シリーズはそういった工夫や苦労をして作ったものですから、そんなことがひしひし伝わってくる感覚も楽しんでみてください。それでは今回の内容は以上で終わりです。また次回の動画も楽しみにしておいてください。ありがとうございました。